ついにエンドオブヒーローズの番組が始まるぜ、バイター。ああ、俺たちがオープニングでドカッと盛り上げないとな、アゴニー。盛り上げるってどうすりゃいいんだ？とりあえず、笑っとけばいいんじゃないか？いつもやってることだな。一瞬だって目を離すんじゃねえぜ。それじゃあ、動画スタートだ。おい、バイター、俺たち映ってるぜ。ああ、まさか本編にも出られるとは思わなかった。こりゃ俺たちもスターの仲間入りだな。ことぶき屋の新プラモデルシリーズ、エンドオブヒーローズ。そのコンセプトは、プラモデルで映画のシーンを作ろう。24分の1の小スケールでありながらフル稼働。ホラー映画や SF、アクション映画でおなじみのキャラクターたちがデスクの上で活躍します。そして2022年3月、ついに第1弾商品のゾンビノイド、アゴニーバイターが発売。今回は発売が迫るアゴニーとバイターのサンプルを使って、その商品仕様と遊び方を徹底的に紹介していきます。今回プラモデルのレビューを行ってくれるのはこの2人。1人目は漫画家の押切蓮介氏。ホラー、コメディ、ゲーム、日常系漫画と幅広いジャンルの作品を生み出した多彩な漫画家。その広い見地をもとに、様々な側面からことぶきやゾンビノイドの魅力に迫っていただきます。2人目のレビュアーはギンティ小林氏。ホラー、アクションジャンルを中心に幅広い映画の知識を持つ映画ライターです。ライフワークは心霊スポットの取材。そして何より自身もおもちゃ好きという、今回のレビュアーにはうってつけの人物です。それでは早速、エンドオブヒーローズの世界へ足を踏み入れてみましょう。エンドオブヒーローズ第1弾、ゾンビノイド、アゴニーバイター徹底レビュー。漫画家の押切蓮介です。よろしくお願いします。ライターのギンティ小林です。よろしくお願いします。押切蓮介さん、ギンティ小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、その手元にあるのはもしかして？そうですね、これはスーパーログさんがイラストを描いたと言われている、ね、イラスト、ね、表紙ですね、これね、アゴニーさんですか、これ、アゴニーさん。こちら、ゾンビノイド、バイター。バイターさん、僕はバイターですが、ここにアゴニーがいるんですね。ああ、いらっしゃるんですね。そちらにも控え、こっちにもバイター。バイターが後ろにいらっしゃる、ね。ちゃんと2体を捨てて。ちゃんとこれ共演しているイラストを意識しているっていう。並ばせると。ああ、そうですね、うん。スーパーログさんが描いたね。ね、こう、ね、並んで飾りたくなりますよね。そうですね。ね、これがね、普通にお店でね、こうパッて置かれていたらね、あ、ゾンビだって思うじゃないですか。なんか珍しいですよね。なんか多分。プラモデルコーナーってロボットとか、うん、そうなんですよ、いろんなマシンとかの中にこうゾンビがずらっとあって、ね、確かに僕はロボット系には全然ね、疎いんで、はいはい、これが置かれてたら、これなんだと思いますよね。やりますよね、うん。ではランナーの状態もぜひ皆さんに紹介してください。今回はバイターのランナーが用意されています。本当プラモデルなんだなって感じで。確かにそうですね、プラモデルと、これあの、うん、やっぱゾンビじゃないですかって感じると、はい、あとで元々人間でこれ言ってみればバラバラしたい、バラバラしたいですね。だから、うん、でやっぱこういうの買うのって、うん、残酷なものが好きな、うん、残酷ことはやっちゃいけないけど、うんうん、エンターテインメントとかそういうものとしては残酷なものが好きな人が多いと思うので、うんうん、そのやっぱバラバラしたい好きな人もいると思うんで、そうですね、だからここで組み立てないでこれだけ飾りたくなる人もいいんじゃないですか。それもいいですね。なかなかドロドロみたいなやつ、ね、これ、ね、ありますよね、灰色の液体みたいなやつがね、
本当はあれですよね、諸事情であれですけど、うん、本当はクリアパースで真っ赤な血だまりになるって、すごくこう、小粋な、ね、アイテムもついて、うん、あと ここにあるこの何ですか、うんうんうん、肋骨、肋骨なんと内臓の部分、内臓の部分すごい、うん、ね、本当なんか、うん、真心のこもったこう作りで、色味ですが一部のランナー艶消し仕様になっていますか。落ち着いた色合いも印象的なのではないでしょうか。確かに生身のね、血の通っていた人間であろうものだからこそね、あのこういう艶の方がいいなと思うんですけど、うん、はい。そしてこちらにあるのが組み済みのサンプルキットになります。しきりさん、ギンティさん、はい、こちらのサンプル見ていかがでしょうか、うん、これどっからどう見てもゾンビですね。ね、ゾンビとしか考えられない。揺るぎない。揺るぎないですね。我こそゾンビって、うん。僕たちが組み立てたあのバラバラだったパーツがで、ね、こうなるんだなと、ね。確かにゾンビですね。本当はね、うん、このパッケージみたいな雰囲気に塗るとかっこいいんでしょうけど、うん、ここ僕結構本当にこれ。これはこれでなんか味わいがあって、あ、これだけ このなんか色が足りてない感じが、うん、なんか80年代のアメリカのおもちゃみたいな感じで、そうですね、すごい味わいで、これはこれでこのまま欲しくなりますね。このままね。一応このサイズでは珍しい四色成形という成形色になっていて、アゴニの頭部は、髪の毛の部分はもう塗装済み。確かにこれ黒いですね、これね。アニーさん、これふさふさですね、これ、ね、ふさふさ、羨ましい、僕羨ましいとちょうだいって感じ。なるほど。あ、だから僕これ持たされたの。そういう、こう、ね、子供屋さんの、ね、寂しい方嫌味がここに含まれているのであれば、ちょっと確かにお互い髪型が近い方の、確かに、そうですね、参ったぜって感じ。だんだん他人とは思えなくなってきましたよ。そうですね、愛着が、愛着っていうね。そう、だから僕がここにトガス塗っちゃおうかなって感じ。なるほど、ここからね。塗装するのも自由。でも実際そのさっき4色で言って、うん、だから多分塗らなくてももう十分味のある確かにこう雰囲気なんでしょうね。そうですね、塗らない感じで、うん、ではお次は可動を見ていただきましょう。全身約30箇所の可動ポイントがありますので、うんうんうん、ぜひ自由にゾンビっぽいポーズをつけてみてください。ゾンビっぽいポーズ。ゾンビっぽいポーズです。これ僕の大好きなね、内股ゾンビって言ってる。内股で歩くタイプのゾンビ大好きなんですよ。あ、すごい、こういうね、この足首をね、こうやってね、内にこうできる。はい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 。まあこれゾンビになると、あのなかなかこう歩くのも難しいみたいな感じで、歩くときに、はいはい、本当にすごくいいですね。そうですね、内股で歩くゾンビがすごくね、よくいやと思うんですね。すごい雰囲気ありますね、うん、この肩の部分が、うんうんうん、あのやっぱ普通のなんだろう、アクションフィギュア的な兵隊とかヒーローとかのじゃない、うん、こうなんかゾンビならではの、うんうん、こうやっぱ社会参加できない社会参加特有のこのポーズを悲しさが出る、はいはい、うんうん、あと首もなんかこうなんだろう、普通ってこう左右に動くとかそんな感じですけど、うん、これなんか前に行くんですよね。そうですね、これね、だらしない、こうかしげることができるんですね。あの、そう、あのね、うつむくこともかしげることもできる。どう頑張ってもゾンビになってしまいます、これ。誰がどうやっても、初心者が何やってもゾンビです、ね、初心者に優しいキットですよね。そうですね、これをゾンビじゃない風にしようとしても、あ、なかなか難しいと思います。あ、そうですよね、ちゃんと真人間にね、立ち直そうとしてない。そうですよ ね、僕もなんかこうすごく反面して土下座させようと思ってもやっぱゾンビになっちゃいますよ。ちょっと無茶なことをさせたいですね。やっぱこう今こう蘇って、うん、ゾンビ化したばかりみたいな。そうですね、これね。ああ、なんか哀愁ありますね。哀愁ありますね。ちょっと共有させてみますか、これ ね、うん、場外馬券場みたいな。あ、そうですね。確かに。あ、すごい、あの、ね、すっからかんになったんですか。ねえ、競馬のウィンズでよく見かけるこの光景ですよ、ね、見てください。相当やられましたね、これ。あ、でもすごい、こんなちっちゃいのに、ほんと 7.5 センチって、これ見ながら皆さん定規で一回ね、あの確認してほしいんですよ、うん、そのサイズで、うん、あの本当こんなに、なんだろう、キャラクターが出る、うん、哀愁あるポーズ撮れるって、うんうん、ではこちらの作品にタイトルをつけるとしたら
これウィンズ場外馬券場ね、なかなかなゾンビっていう、ね、あの場外馬券場オブザデッドってことだよ。意外とマジで稼働します。こんな、そうそうそう、なんか、うん、ね、なんかしっかりとした、うん、いい役所だよなって感じ。そう、確かに。たくさん多くの稼働のポイントがあるので、はいはい、自由なポーズができるような、うん、まあ、ですね。確かに。それ上にこうギャンブルにも負けることができるし。負けますよこれ。さて、それではここから応用編です、はい、題してエンドオブヒーローズを使ってゾンビ作品っぽいカットを撮ろう。こちらにエンドオブヒーローズと同じく24分の1スケールのヘキサギアアーリーガバナーを用意いたしました。ではこれらを自由に使って、押切さんはホラー漫画的なカット、キンティ小林さんはゾンビ映画的なカットを自由に撮影してみてください。シリアスな映画でもコメディな映画でも構いません。わかりました、はい、僕素直にそれ映画っぽいなんかかっこよさそうなのをやってますけど、なんか今写真で撮ってちょっとその演技おかしいなと思うとなんかやり直してやりこだわりたくなりますね。なんか何時間でもねなんかできるなこれ、うん、ちょっとね、あ、なるほど、楽しいなってちょっと、ね、今純粋に思いましたよ、うん、時を忘れる一品ですよ。そうですね、そうですね、うん、では完成したということで、ギンティさん、こちらのカットはどういうシチュエーションですか？これもう僕が好きなゾンビ映画のシーンを再現できたらなってちょっとトライしたんですけど、 それで僕あの今回このかっこいいソルジャーの人形も貸してくれたので、僕あのデイライツエンドっていうゾンビ映画好きなんですけど、この映画すごく画期的にかっこいいのが、あの出演する人たちがあのなんだろう、すごく射撃の訓練を重ねた方で、ものすごくプロのようなシューティングスタイルで走ってくるゾンビをバン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 殺すっていう様を楽しめる映画で、キットを買うとそのデイライツエンドの世界がね、あの再現できるよってので、で僕やったのはとにかく走ってくるんですよゾンビが、そんでその人たち一時かっこいいもうねタクティカルな感じでパン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 殺してやるんですけど、そのシーンで走ってくるゾンビとこう撃たれて吹っ飛ぶゾンビっていうのをねちょっと再現してみて、そのワンシーンを切り抜いて再現してみた、ワンシーン的な、はいはいはい、その世界観のこう群がってくるゾンビをパンパンパンって撃って吹っ飛ぶっていう、いいですね、ここ空中にいてる、そうなんですよ空中に、いいですねこれね、このギミックいいですね、ね、これいいですよね、いいですねこれね、そう飛ぶためだけに来るだけじゃなく、あ素晴らしい、そう、そうなんですよ、この写真がちょっと、ね、手前がぼやか、ね、まさにちょっと無邪気にこう、はい、ゾンビアクションもののワンシーンをいいっす、再現しました、あその素晴らしい、ありがとうございます。僕はですね、2人のね、はい、ソルジャー何でしたっけこれ2人何なんだっけ、アーリーガバナー、ガバナーですね、だね、ガバナーの、ね、はい、2人いらっしゃいますね、これ男の方のね、ガバナー、うん、そしてこっちの方が女の方のガバナーみたいなね、こうやって喋っている、はい、ね、こっちのね、お二人が喋ってるんですけど、この二人はできてるんですよ、はいはいはい、できてるんですよ、すごいちゃんとストーリーがあるんですよね。そうそう、すごいできててね、はい、あの今日も早く仕事終わってね、はい、デートしたいと思ってるね、するとね、まあ彼はねこうちょっとこう何の気出しにこうじーっとね、はいはい、何かを待っている、はい、ね、何を待っているんだろうか、ね、後ろからね、お危ない、ね、彼女のね後ろからねゾンビがね、あ、こう近づいて、この後ろにまだこうピンが合ってないのがすごい、そうそうそう、怖くていいですね、彼女の後ろにすごいゾンビがねこう来てると、へー、この彼女も気がつかないとね、はいはいはい、だけど男の人はまだねこう何にも言わないですよ、はいはいはい、彼女の後ろにねゾンビが来てるね、はいはい、何にも言わないの、はいはい、じーっと見ている、ね、あ、もう迫ってきてる、はい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 、ね、迫ってきてる、おー、あ、どんどん近づいてくる、そうそうそう、
これだからちゃんと恐怖シーンを演出してんじゃないですか。そうそうそう、恐怖シーン、ね、はいはい、演出してると、うわーっと後ろから来てる、はいはい、ね、襲われてますねこれね、はい、わーって感じで、ね、すごい、そうそうそう、はい、男は何やってんだって、はいはい、ね、お前はそれ、はいはい、戦うやつだと、はいはい、ね、男は見てるんですよ。見てるわ、なんで見てるんだ、はいはい、実はねこの彼女はね、はい、浮気をしていてね、男に内緒でね、他の男とね浮気をしていたと、それが許せなかったんでしょう。だからあえて後ろから迫り来るゾンビを、ね、見過ごして彼女を食われるのをじっとこう見つめていると、ひっ、ね、でかっこよくこうやって去っていってね、うん、彼女をこうやってね、こうやって倒されて去っていくっていうね、こんだけ武装して何もしない、何もしないっていうね、これ血は喧嘩じゃないですけどね、ゾンビの刑に処すって感じで、そう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 、そういうあの業にまみれた関係性がこの 4人のねこれでできるし、すごい、いや僕あの、うん、これ収録する前に、はいはい、押切さんには、はい、ホラー漫画的なって時に、うんうん、あ、俺じゃなくてよかった、どうすればいいんだろうな、大変だろうなと思ってたけど、見事にやりきりましたね。 ありがとうございます。これはもう男と女って分かれてるところがまたポイントですよね。これによっていろいろなね、ストーリーができると、なんかこう押し切りさんらしさが見たら、うん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 、非常に非常な話じゃないですかね。そうそう、確かにね、ひでえ話だよ、うん、ハードボイルドを超えたハードボイルドみたいな、そうそう、うん、リンティーさんみたいにね、こうやって共闘して戦えやと、はい、あ、本当だ、あ、うん、そう、本当だ、2人で戦ってる、これが普通のもう愛の姿、はいはいはい、いや、愛じゃなくてもね、普通に戦っているかっこいい姿なんですよね、はい、僕みたいなうがったね考え方をする人間はこういう遊び方もできる。いやでも、ね、なんだろう、ワンシーンだけちょっとこう撮るのかなと思ったら、うん、本当にちゃんとなんだろう、構図とか作って、うん、そうそう、画角をそう、ね、写真漫画って言ってるんですか、あ、そうです、ね、してるから、そうですね、すげえなと思って、うんうん、後でスタッフさんに順番をね、こう、しかもちゃんとキャラクターが出てるし、見てるだけって、そうですね、うん、所詮あの決して人として褒めた行動じゃないですか。そう、確かにね、そうそうそう、でもこうエンターテインメントとしてはね、ちょっとストーリーが楽しいですね、これすごい、すごいね、はい、最初すごいなんか、ね、斜めからの態度だったけど、今無邪気で遊んでそう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 、すっかり魅了されてるんじゃないですか、魅了されてますよかったです、押切さん、銀次さん、さすがの撮影でした、ありがとうございます、はい、画面の前の皆さんもぜひ自分だけのオリジナルシーンを撮影してみてくださいね、うん、はい、それでは最後に新商品の情報をお伝えして終わりにしましょう、気になるシリーズ第2弾、ゾンビノイドガール、レッチドガールフォールンクイーン、ついに原型公開です。それがこちら、これがスーパーログさんのイラストですね。そうです、コンセプトはセクシーゾンビ、うん、セクシーゾンビセクシーゾンビです。お、小スケールながら女性ならではのプロポーションの再現に力を入れております。なるほど、なるほど、通りでエロいと思いましたよこれ、ねね、すごいすごいですね、この作り込みが、この小ささで、うん、しかも男性よりもやっぱちょっと、うん、ね、小柄な感じで、うんうんうん、そうなの、なのにさ、こんだけまた動くっていう、動く、すごいですね、すごいよくできてるんだ、セクシーだわ、うん、これはゾンビになっちゃったんですね、これね、僕持ってる本って、うん、ね、やっぱすごく、うん、ね、あの魅力的にデザインされてるから、うん、人によってはこれ、まあ、当然ゾンビとしてこう仕上げるのもいいけど、うん、普通のセクシーな女性として仕上げても、うんうん、なんか良さそうなぐらいのクオリティですよね。いや、そうなんですよ、これ作り込みがね、ちょっとね、すごいですよ、うん、男よりさらになんかこだわりが、胸元の肉とかただれてる造形とか肩とか、うんうん、そうなんですよね、すごいですね、ゾンビの皮膚の質感を、そうなんですよ、これ下着姿でね、着替え途中でゾンビに襲われてしまった可能性がありますね、はいはいはい、うん、これね、肉ね、肉付き方とかね、いや、これすごい、バイターと顎に釣り合いがね、釣り合いがちょっとね、あなたとは住む世界が違うのって感じ、そうなんですよそういう感じしますよ、これね、とね、なかなか高飛車な感じのね、そうですね、ゾンビですね、これはなかなか、あ、でもすごい世界観がこうやって広がっていくんですね、広がりますね、いいですね、こういうのってやっぱね、
あの先ほどの、ね、こうゾンビでこれ遊んだ時にこの2体がいたらまたストーリーがね、そうですね、うん、全然変わってたと思います。はいはいはい、うん、いやいいっすねこれね、いいですね。それでは最後にお二人からコメントをお願いいたします。いや本当今日こんだけプラモデル堪能してすごい楽しかったですよね、うん、ですね。ここまで没頭できると本当思わなくて、あとこれ今回は2種類じゃないですか。僕プラモデルの色とかも長らく子供の時は塗ったことないけど、多分いろんな塗り方でいろんなパターンのなんか自分好みのゾンビができるんでしょうね、うん、あのそれこそロメロのゾンビの時みたいなこう青白いのでもいいし、うん、あの今時ななんかこう、ね、新幹線とかみたいなゾンビにもできるし、うん、そう多分だから2体とは言わずもう好きなだけ買ってなんかもうどんどん自分のに染めてくださいって感じで、うん、僕もあのプラモデルとかねあんまり作ったことない人なんですけど、これちょっと普通に作りたいですね、はいはい、うん、作ってねこれ作ってる最中配信で流したいです。ああ、うん、いいですね。そう頑張って僕が配信して、はいはい、これを作って完成させて、ね、色を塗ってでストーリーも作ってっていうね。それ普通にみんなファンの人喜びますよ、うん、あだといいんですけどね、はいはい、そういう需要もあるので一番喜ぶのはことぶき屋さんですけど。あそうですか、ことぶき屋さんね、ぜひお願いしますと。あ頑張ろう頑張ろうね。へみんなロボットを作ってるさなかね、うん、俺はゾンビだっつって言って、うん、ゾンビをやるんですよ。どうですか。いやいいと思う、それいやそれ絶対普通にいいですよ、面白いし。いやね、いやでも今日普通にね遊んでくださいって言われてね、いや困ったなって正直思ったんですけど、はいはい、気が付いたらめちゃめちゃ同時に帰って遊んでました、ね、僕も今もずっといじってます、なんか喋りで。ああいいですねこれね、これ持って帰っちゃダメなんですね。週刊少年チャンピオンにて連載中のジーニアースの単行本が2月8日に発売されます、そちらの方よろしくお願いします。はい、では、本日はおしきりさん、ギンティさんありがとうございました。ありがとうございました。ダイナミックなポーズを可能にする可動域の広さ、さまざまなシチュエーションで活躍する充実のオプションパーツ、どこか愛嬌のあるゾンビたちを手に理想のシーンをデスクの上に展開しよう。第1弾ゾンビノイドアゴニーバイター、2022年3月ついに発売。エンドオブヒーローズ対象店舗でアゴニーとバイターを2体同時にご購入いただくとジオラマ背景シートもらえます。最高の動画だったなバイター、特に商品レビューのパートは良かった。え、ああそうだなアゴニー、お前的にはどこが良かったと思う。そうだな、ことぶき屋のビルが爆破されたパートだな。バイターお前寝てただろ。寝ちゃったみんなはアーカイブで確認だ。エンドオブヒーローズ。